皆さん、おはようございます。大人のための東映特撮解説でございます。それではいつものように、キリンさんにテーマ曲をやっていただきましょう。私は菊池さんです。よろしくお願いします。こちらはキリンさんです。私は菊池さんです。それでは、東映クタスタジオ、内田優作所長、江連隆先生、ありがとうございます。乾杯。トレビヨーン。実はですね、今日あの歯医者であの奥歯を一本抜いたんでですね、ちょっと発音があの変になるかもしれませんが、まあちょっとご勘弁いただく、私も注意しながらね、発音に注意しながら喋りたいとは思っておりますので、よろしくお願いします。光戦隊マスクマン、見たのは何話を見ましたか？4話と5話の2つ見ました。燃やせ、第4話、燃やせ F1 魂、カビラドグラ、山口健さん、これ。寄生獣カビラと自邸ドグラ。これ、このパターンらしいですね。その、寄生しているものと、その、寄生されているものみたいな、そういうパターンでずっと行くみたいですね。行ったり行かなかったりするみたい、ちらっと見たところ。面白いアイデアですね。あのまあいっぱい怪獣が出てきて、これは曽田さんが脚本で、東条翔平さんがあの監督です。でアクション監督が山岡さんですね、これはもうずっとそうです。あの第5話もそうです。違う、どっちやねんって話ですけど、123が、佐田さん、長井さんだったんですけど、多分ですよ。ちょっと、この書いた人がね、ちょっと書き方がまあはっきりして。第5話、小さな剣士ブルー。この人ですよ。あの、要は達人、あの、中国憲法の。で、広田一生さん。名前覚えましたね。あの、なんといっても前回お話しさせていただきました。あの、何でしたっけ。ガッチャでじゃないよ。ゴージャス関係ないよ。あれマスクマン。まあ言いましたよね。あ、そうそう。あの、北川つとむさんっていう方がね、広田一生から中国憲法手ほどきね、してもらって。この人すごく、蛭田一生さんってすごく小さい人で、あのすごく小さい人なんですよ。あのそれで小さくちゃいけないのってことなんですけど、まあ可愛らしい感じなんですよね、この人。あのでもすごくこう、まあ活躍するでしょう多分、いいキャラクターですね、ブルーですね。ちょっとキャラクターが今回のスター・オブ・ザ・ウィーク、だからスター・オブ・ザ・ウィークで、その、第5話が小さな剣士ブルーってぐらいですから、スター・オブ・ザ・ウィークで、この方が、あの、何でしたっけ、中心となって、っていうか、まあ、この人が何回も言うようですが、まあ、主役ですよね。で、もう愛嬌たっぷりで、なかなかね、いいキャラクターでしたね。今後の活躍が期待できるっていうか。で、敵側も誰かこう代表が出るわけなんですよ。代表っていうか。で、今回は何でしたっけ、イグアじゃなくて、なんだっけ、イガムでしたっけ。適当に喋ってますね。
伊賀も合ってるじゃん。伊賀もやる姫ですよね。あ、違う。伊賀ムが主役。で、怒りに燃えるね、大井継承を剣の持ってる人が、と、何でしたっけ、風民、忍び風民、ね、このジャックの人。この二人が組んでね。あれの話ですよ、5話の話ね。第4話は、もやせ不安魂っていうのは、うん、まあいい話でしたよ。面白かったよ。丁寧に作られてて。うん、まあ話としては、その、メインの主軸に関わるような話ではないんですけど、まあこういうところが、腕の見せ所でもあるわけじゃないですか。ですごく、丁寧に作られて、何が丁寧かっていうと、その子供がその F1 をね、憧れてて、F1 のデザインをしたいっていうふうに思ってるのかな。自分のデザインで本当に車ができたらいいな、すごいなっていうような感じの子供がいて。でもその、この、何でしたっけ。マスクマンの皆さんっていうのはもう、その F1 っていうのは仮の姿っていうかね、その、団長の、何でしたっけ、たけし城の。たけし城はね、ほとんど見なかったんですけどね。見たら面白かったんでしょうけど。ウーミグローじゃなくて、あれ全部最初に調べ上げたんですよね。調べ上げたっていうか、そうそう、これこれ。姿長官、谷隼人さんね。1946年生まれですから、当時、41歳か。41歳、87年とかね。なかなか2枚目でね、いいおじさん、かっこいいおじさんですね。このフラッシュマンの、まあ、カニの姿っていうか、団結を、見込みのある若者、この人が選んだ見込みのある若者たちを集めて作ったもんなんですよ、この。だからその仮の姿なんだけど、まあ実際に F1 も一生懸命やってたわけなんです。まあ団結力を育てるためにやってたわけなんですけど、どうもね、歯一本抜いたんでね、喋りにくいんですけど、その F1 を見せてくれっていいよって言ってたんだけど、その、この、何でしたっけ、その頃じゃなくて、カビラ・ドグラですよね。この、カビラ・ドグラで、そのとかが多いな。あ、それはだから脚本書けば、そのとか、脚本にそのとか書けば別ですけど、書かなかったら減りますよね。うん。そうしてくださいっていうところなんでしょうけど。こう、輪っかでこう、ちょっとひねって、知ってます？メビウスの輪だっけ？メビウス？お、いっぱい雨があった。今日はね、そこまで雨、実は雨で、お仕事が休みになったんで、撮らせていただいてるんですが、まあ休みじゃなくても撮るときはありますが、あんまりね、そう暑くないんでね、ゆっくりですね、まだ残ってますよ、ほら。こういうときは、だからその、香りを楽しむ。で、昨日みたいに喉もめちゃくちゃ乾いてないしね。でも美味しいですよ、もちろん。そりゃそうですよ。こう、だからこう、なんか、あとかもウイスキーのようにね、ワインのようにこう、飲んだりしちゃったりして。で、何が言いたいか、まあ、こういかにこの話が丁寧だったかっていう話を言いたいんですけど、まあ、だから、それをか、車を改造するっていう、そのラビリントっていうかメビウスの輪みたいになっててトンネルの中入ったら出れなくなっちゃうっていうんで、失礼、その少年がこうお父さんと一緒に出れなくなっちゃうんですよ。で助けに行くわけなんですけど、よく場所が分かったねっていうとこなんですけど、説明があったかもしれないんですけど、そのどういうわけか、どういうわけか、まあ、オーラの力なんでしょうか。とにかく、空中、浮遊できる人ですから。長官、隊長？なんだっけな。
いちいちこれ調べるんですか？覚えましょうよ。そりゃ。ねえ、そりゃ、覚えたって罰が足らないと思いますよ。姿長官が、その、命令するわけですよ。その F1 の、その、子供みたいっていうのを改造して、その、なんか、なんていうの？ああいう、舗装されていない道を走るような車、すなわち、ジープじゃなくて、バギー車みたいにして、改造することによって、その、メビウスとかしたトンネルから少年たちを助け出せるということを、どういう力なんでしょうか。まあ、多分、オーラの力かなんかで、発見するわけですよね。で、それで、まあ、改造するわけですよ。で、その、この隊員たちが、5人の、ね、この、タケル・ケンタ、アキラ・ハルカ・モモコの5人が、その、改造をするわけなんです。その、道でない道を走るようなバギー車のように、その F1 の、あの車を改造するんですが、で、そこでね、この姿長官が、自分でおにぎりを握ったのを持ってくるんですよ。飯だ食えとは言わなかったですね。でもなんか、そんなおにぎりを握ってきました。皆さん、お召し上がれとか、そんな喋り方じゃなかった。食えって言ったっけな。とにかくね、俺はあんまり器用な方じゃないから、でも鮭とオクラと、なんとか、オクラ？オクラってナス科のオクラ、あれ？ナス科？オクラはナス科じゃなくて、ナス科じゃない。オクラはナス科じゃない。なんとかかだけど、忘れた。もうダメですね。もうそんな話をしてるんじゃないですよ。おかっかか。まあ、鮭と梅干しとかなんかそういう4種類ぐらい作ってあるって言って、わー、いただきますって言って。あ、腹が減ったろうって言ったのかな。あれ、いいシーンでしたね。よく思いついた。ソワさん、ねえ。あれはいいシーン。もうキャラクターはもう、すごいもう、今風に言うと解明度が上がりますね。あ、こういう人なんだっていうね。ああいうのが、やっぱり、リーダーですからね。あの人が死ねって言ったら死ななきゃいけないわけですからね。まあ、言わないでしょうけどね。まあ、でも死ねって言ってるようなもんですよね。だって、全員生きてるかどうかは怪しいっていう。じゃあ、一人でも死んだら作戦やめますかって。いや、多分続けますっていう立場じゃないですか。なんで、いい話でした。おにぎりの話を、まあでもあのおっさんが作ったおにぎり気持ち悪いね、汚いなと思わない。不器用なやつが作ったおにぎりなんか食えるからな、やるんじゃないなと思わない。まあ2枚目だし。ね。40。てか、まあでも、どうでしょうね。あんまり食べたいと思わないかもしれないけど、お腹空いてれば食べるから。女性隊員にね、ちょ、答えしろって、隊員のためにおにぎり作ってやれっつって、作らせて、まあでもね、わかんないっす、そこら辺は。まあでもいい話だと思いました。で、小さな犬種ブルーの方は、なんかこれね、スカルドグラっていうのがいて、こう、スカルっていうのは本当に骨なんですよ。で、ドグラっていうのが、この、虫みたいなのがいて、二つ目行こうか。今日はね、突然のね、仕事休み祝いということで、歯抜いた祝いで、もう一個いただきましょうかね。実はね、ここの仕込みキリンさんがね、キリン仕込みですよ。仕込みキリンさん、出ておいで。仕込みキリンさん。常温です。常温っていうことは何かっていうと、この香りが、冷やしたやつやる楽しめるっていうことですよね。冷やしたやつより香りが豊か。冷やしたら香りはあんまり楽しめない。その代わり泡がたっぷりたまるのね。こういう感じになりますね。心ない人が入れるとね。
そういうことなんですよ。うん。この、だから、帰省中と、何でしたっけ？帰省される、あ、帰省中じゃない、帰省中と、関係って面白いですね、ちょっと。うん。で、今回はもう生き物でさえないですから、このスカルって、ただ操られてる骨ですからね。うん。うん、面白いと思いますよ。で、その、前回、超新星フラッシュマンですよね。まで、伊豆淵さんがやってたじゃないですか、クリーチャーデザイン。で、今回はイチゴハウスっていう。うん、4人っていうか3人なんですよね、事実よね。うん、で、これはマスクマンと自作のライブマン、88年。うん、これでもうやめてるんですよ。この人たちを発注するの。どういう事情かわかんないんですけど、もう明らかに違います、デザインが。でも、その予算はバブルが始まったから、すごい作る、あるんですよ。贅沢に多分作れる。でも、伊豆淵さん、だからまあ、バブルだから予想に行ったのかわかんないですけど、まあ、そこら辺はね、大人のね、世界のことなんでね、私は、ちょっとわかんないんですけど、まあ、大人というか、まあ、業界内のことなんでね、ちょっとわからないんですけど、まあ、とにかく、いちごハウス、だこの人たち誰っていうことになったときに、この、森のうさぎさんっていう方がいらして、いちごハウスっていうんだから、なんか女の子がやってんのかなと思ったんですよ。思うじゃないですか、いちごハウスって。会社名付けませんよね。会社名っていうわけじゃなくてっていうことらしい。だからその、この3人か、まあ4人か3人いるんですけど、秋京馬さん、新海田哲也郎さんと、この、ね、一番有名な人ですよ。誰だっけ？一番有名な人いるじゃないですか。ね。一番有名な人。一番ハウス。萩原直樹さん。と、ね、この、森のうさぎさんとか、秋京馬さん。新海田哲郎さん。この、まあ、じゃあ4人じゃんってなるじゃないですか。ね。え？ 4 人じゃん。どういうこと？この4人の名前、いちいちだ、何でしたっけ？テロップというか、出すのが大変だから、まあ、一応、これ、いちごハウスって名前でやろうということになったらしい。どうやら。で、この方々がどういう皆さんかと言いますとですよ。なんと、成人漫画の、しかもその、何でしたっけ、少女趣味志向のある方向け。まあね、当時流行りましたよね。いましたよね。僕も覚えてますけど。そういう、要は、何でしたっけ。まあ、少女趣味ですよ、要は。まあ、犯罪ですよね、今はね。まあ、どこまで、ね、その、線があるでしょうけど、まあ要はその政治向けって言っても、なんか劇画みたいなんじゃないっていうことですよ。わかりませんけどね、見たことないからね。でもまあ要はその、政治向けって言っても、まあああいうね、何でしたっけ、ロマンポルノとか政治向け映画で、それこそなんか何でしたっけ、実相寺さんとか、結構サイケデリックなことができるんですよ。あの世界って。まあ、ゲーム業界もそうですよね。何でしたっけ、伊豆淵さんじゃなくて、うろぶって。あれ、あの人なんだっけ、が、あれ、あの人の名前忘れましたか、うろ。あの人、うろぶちさんって言うんでしたっけ、が、の人いるじゃないですか。あの人もなんかね、そういうゲームの、成人向けゲームかなんかじゃなかったでしたっけ。だから、そういう、やっぱり、登竜門なんですよ。
似てるところがある。うん、まあ、政治映画だったら絡みを入れることとか、漫画でもそうですけど。で、この、まあ、戦隊ものとか特撮だと、まあ、ロボを出すとか、あと、まあ、アクション。ね、怪獣出すとか。まあ、あとは何やってもいいよ、みたいな。何やってもいいよはないけど、わかりますよね。そういう、なんか共通点があるわけですよ。だからその、もうこういう内容で作ってとか言われるのよりも自由度が高いと。だからその、ね、若い人たちが、その、まあ、前衛的なことができるということですよね、は。うん。非常に魅力的ですよね、そういう部分はね。ただやっぱり、レッテルというか、その、この業界の人みたいなのはつくかもしれない。ね。まあでも、まあ特に女優さんとかね、今回のだからその、イガムのね、女優さんとかね。まあでもその政治映画で成功された方らしくて。うん、僕はちょっと存じ上げませんでしたが、別に、うん、本当に、まあね、でもね、やっぱり、今はどうなんでしょう、そういう、今のライダーとか、スーパー戦隊とか、そういう人が出たりするんでしょうか、多分出ないと思うけどな。うん。そういうつながりがあったんですよ、昔は。人気映画ですからね、まあ、時代劇から人気映画ですよね、東映ってね。だから、うん、まあ、そういう、まあ、だからそれこそ、東映特撮の、で内田優作所長とかね、そういう感じじゃないですか。2杯目も美味しくいただきました。2杯目も美味しくいただく、キリンさん。私、キリンさんじゃなくて菊池さんですけどね。そういう意味でね、だからまあ、まだ読んでなかったですね。この方はでもまあ、登竜門とその政治向け。ね。まあ、女性とか男性、まあ男性はそうでもないけど、まあ女性、男性も書かないといけないでしょうけど、絡みだからね。だからやっぱり高いデッサン力なんかはこう、ね、説得力のあるデッサン力が必要になってくるわけなんですよ、おそらくね。だから、まあ、画力が鍛えられると。ね、だから、親指姫物語、1992年のキャラクターデザインやられたのかな。あと、マスクマン、ライブマン、ギャバン、シャリバン。ね、デザインやられて。で、秋京馬さんという方は、漫画家で、1962年生まれですから、当時25歳若いですね。うん。もう若手もいいとこじゃないですか。うん。森のうさぎさんは年齢は書いてないです。失礼もいいとこです。新海田哲也郎っていう方は1966年、私より3歳年上ですから、今58歳ですね。でも若いですよ。だって21歳。うわぁ。成人向け漫画家。21歳で成人向け漫画描いてね。で、この人は怪獣を描かせたら日本で2番目。誰なんでしょう、1番。なんだっけ、成田さんでしたっけ。成田さんとかなんでしょうか。成田さんの名前もね、覚えないとね、特撮がどうこうとか言うんであればね、あんた何言ってんのって話ですよね。まあ、だからそう面白いですよね。こういう4人組が揃って。でも、個別での作業がほとんどだったっていうことでね。うん。らしいんですけど。だから、なんで、まあ、伊豆口さんが好きな方は、だからバブルでお金余ってたんだったら、ねえ、余りはしないけど、まあ、豊富にあったんであれば、伊豆口さん、ねえ、どんどんすごいね、予算出して、伊豆口さんで続ければよかったらいいと
思われる。なんでその成人若手にね。まあでも、まあデザイン料がある。あと僕は知らないですよ、業界の人じゃないか。業界の人じゃないけど55歳だからね、まあある程度想像はつくというか、私の想像の世界を言うと、まあ、デザイン料がありますよね。あとまあその着ぐるみを作る、まあ、材料がありますよね。有名なところで言うと、あの何でしたっけ、あの、響きのね、あのすごい美しい七色に光るあの素材があるじゃないですか。素材っていうか塗料ですよね。響きは本当美しいライダーでしたね。ライダーでしたっていうか美しい、未だに美しいと思う響き。あれはね、まあだからその、まあ、実際に着ぐるみというかそのコスチュームというか、スーツを作る、まあ予算もありますよね。まあだからそれをどうするかっていうところで、まあ東映の方がね、で、あの一般にこれ一概にはいないと思うんですけど、スーパーセ、まあ当時はね、87年だからまだブラックが始まるのは、ブラックはね確か87年、あ、ブラックと、ブラック、あれ、平成元年は89年なんですよ。で、あのアレックスの途中で平成になったんですよ。昭和だったんです。ということは88年だから、87年だから、これブラックの年ですね。何を隠そう。上原さん行ったんでした、行ったんですよね、確かね。ちょっとで途中で辞めたんですよね。まあそういう時代背景があるんですね。あの沈黙を守っていたライダーがまた動き出す。アレックスね、アレックスじゃない、ブラックか。まあそういう時代なんですね。87年といえば私18歳ですよね、うん、もうね18歳ですからね、か若いですね。そうだから何が言いたいかっていうと、でじゃあいちごハウスのデザインどうかって言われると、まあ可愛らしい、さすがその少女趣味向けの漫画家が描く。まあだから私と同じ世代の人じゃないですか。エレキングとかそういうのを見た人たちですよね。もう62年はちょっとね、僕よりだいぶ年上だけど、62年ってことは僕より7歳年上だから、もう60いってますよね。61歳、あ、わかんないけど、まあウルトラ世代ですよね。うん、思いますよ。だって、うん、あ、でも僕よりちょっと前ですよね。7歳前だから。ライダーが一番最初が71年ですもんね。71年だから、うん、この秋京馬さんは71から62引いたらいくつ？難しいな、9歳か。ああ、じゃあもう直撃ですね。ライダーも結構いってる。V3 とかね。わかんないけど。まあ僕も世代的には本来は行ってるはずの世代なんですけど。ね。どうなんでしょう。まあだから、まあ懐かしい感じの。出渕さんが、僕、どの世代の方か、ちょっと、あの、勉強不足っちゃ勉強不足。まあでも僕は出渕さん、そこまで感心しないんでね、僕、あの、大河原邦夫さんの方が、邦夫さん合ってる？あの、ヤッターマンのね、あっちの人の方が。なんかやっぱり、なんていうのかな、
でも、ニラサワさん、ニラサワデビルマンとかは好きなんですよ。ニラサワデビルマン。まあ、なんて言うんでしょう。なんて言ったらいいのかな。まあ、その、造形作家とまた違うじゃないですか。あの、ホビージャパンとかにね、出す。あの、また違うんでね。で、そこでこう、やっぱり現実とか予算とかそういう事情と直面するわけで、まあ、どういう素材でなんかどれぐらいの期間でね、どれぐらいの予算でやるのってなると思うんで、まあだからバブル入ったんでドカンなんですけど、ドカンとはいえ、じゃあ着ぐるみデザイン、キャラクタークリーチャーデザインに行くのか、まあバンダイ、バンダイじゃないでしょう、当時は。バンダイか、バンダイなのかな。あの、まあそういう、まあだからその、手法を出す人の、まあ意向があるでしょうね。この人を使った、ね、ソフビが売れるからとか、まあ成田さんとかね、トルさんですね。成田トルさんの。とか、まあ傑作ですよね。ああいうそういう見方もあるでしょうし、いやでもそのデザインをちょっと削って、あの着ぐるみの素材にとか、あと、まあ、数ですよね。例えばだから規制っていう、あの規制って、あの交通規制じゃなくて、あの何でしたっけ、あの何でしたっけ、パラサイトですよね。パラサイトだから、あのそっちの、あのまあ2体いるわけじゃないですか。でね、あの結論っていうか、30分過ぎましたけど、どうかって言われると僕は好きです。このなんか可愛い動きが、その可愛いっていうのはデザインもそうだし、あと中に人が入ってこう動いて、こう首がこう、例えばこう顔がここまで入ってて、こうこの辺に顔があったら、こうゴムみたいな、まあ合成樹脂っていうんですか、樹脂。油ですよね。木の油。ゴムみたいなもんですよね、要はね。でも本物の、あのゴムだったら高いから、あの、っていうことなんでしょう。僕はどうやって作るかわかんない。まあ多分、あの、原油。まあ、そういう感じなんでしょう。知りませんよ。知らないけど、まあプラスチックじゃなくて、まあ合成、なんかその、樹脂か。油ですよね。そういうもので作るんでしょうけど、その動きとかもね、含めて、だから、あの、まあ、泉さんは僕は好きじゃないけど、例えばその、ニラサワさんとかで言うんであれば、その、例えばその、スクラップビルドじゃなくて、あの、あるじゃないですか、その、なんていうの、ああいうプラモデルなんだけど、そのバンダイとかから出してなくて、そのホビージャパンとかですごい高額でね、ありましたよね。なんかそのそういうの販売してるの、スクラップビルドって言わないな、なんていうか忘れたけど、そういうあのもう動かないものだったらいいけど、それで動かしてってなると話は違うよって考えたら、まあ時代はちょっと戻ったのかもしれません、ここで。戻ったのかもしれないけど、でも、まあ僕はイチゴハウスの方が可愛いし、好きかなって思いますね。ただね、あの、泉さんで、やっぱり前回のフラッシュマンですか、やっぱり、あの、これは認めざるを得ないっていうのは、やっぱり前回の、あの、何でしたっけ、あの、ここで、全然名前覚えてないですけど、あの、いや、覚えてない人のために、このメモっていうのがあるんですよ。フラッシュマンですよね。フラッシュマンの、ね、フラッシュマン。頼むよ、ほんと。もう30分過ぎてるよ。いたじゃないですか、あの
何でしたっけ、もうやめてやめて、もういい加減出てきて、あほんまにほら勘弁してくださいよ。あ出てきた、あレーネフェル、あのデザインはねすごい、あれはレーネフェルはね、うん、あれは素晴らしいデザインでしたね、うん、まあ本人が思ってたのとまたなんか本人、まあ前作の話なんで、まあだからそれは何、なんでこの話をしてるかっていうと、まあイチゴハウスの話をしてるからなんです。だから僕はいいと思う。で今回のあのまだよくどういうあのデザインかわかんないんだけど、そのイガムでしたっけ、そのね王位継承権を持ってるねイガムの、まあでもあの女優さんがね、やっぱりすごいなんかその影があるっていうかね、おいくつだったんですか、アセミナさん1948年生まれだから30歳か、うん、30歳でそのすごい 役なんですよ。だってねえもうすごい重いじゃないですか、いかにも。だからそのすごい重要な役なんだけど、なんかいけそうな感じ、うん、まさにライフワークになりうる。で僕が今まででその敵であの女の人でいいなと思ったのが、まああのあれですよね、あのデスギラー行けーはいつも言いますけど、やれーデスギラー大好きですけど、あとマズルカね、マズルカよかった、あの女優さんもねもうライフワークと思いますよ、あの素晴らしかった。うん、まあ他にもいろいろいたんでしょうけど、うん、まあマズルカ、まああとはさっきの名前覚えてないってことは大したことないんでしょうけどね、そういう意味ではね。でも良かったですよ、あのヒョウ柄、あとあのすごい頭身が良かったですね、頭蓋骨が小さくて当時なのにね、うん、まだ私18歳だったのにね。だからまあよっぽどやっぱり人口も多かったしね、日本人も多かったんでしょう、若い人もね。まあだから選ぶあれがあったっていう、まあそのまあまあ、うん、あんまり重要じゃない話じゃ重要じゃない話ではありますが、うん、そうだから面白いでしょ、うん、丁寧だし、あのおにぎりが出てきたのは素晴らしいと思った、うん、おにぎりはね本当この作品と思いましたね、うん。あと井上俊樹さんもねまた出てくるでしょうしね、どんどんね、うん、それも楽しみだし、まああとまああの一生さんですよね、後々まで影響を及ぼすあのねカンフーのね、それも楽しみですよね。まあ北川努さんもね、あのブルーマスクのあのとにかく九段松ですからね、すごい縁ですよね。まあ高岩誠二さんも出てますしね、アングラ兵でね、うん、楽しみですね。高岩俊樹、あ俊樹さんじゃない、誠二さんって僕とほとんど年変わんないですね、1968年、うん、ほとんど年変わんないですね、僕より1個上ですね、だから56歳が今年で、って感じです。まあだから楽しみですよ。あと歌ね、あのなんだっけ、あのレイジーのね、レイジーも聞いてみないとね、うん、ちょっと僕ラウドネス、あの新原さんすごいいい人そうだし、だけどもうねあんまり、うん、あんまり好きじゃないんですよね、うん、だからレイジーもちょっとね、ドラム樋口さんだしちょっと聞いてみようかななんて思ったりして、うん、まあでも YouTube じゃないかもしれないな、わかんないけど調べてないですけどね。音楽もねだからプログレですからね、楽しみですよ、うん、歯抜いたんでちょっとこんな、うん、そんな感じですかね。そういうわけでございまして、顔の赤いお酒抜きとあの臭いタバコ吸いとこういうの聞き取りにくい YouTuber に優しくしてください。それではありがとうございました。皆さんごきげんよう、ありがとうございました。